5月18日、目黒本町社会教育館で科学遊びを楽しむ味見クラブの活動が行われました。味見クラブとは、頭を使って自分で作ってみんなで遊ぼうをコンセプトに、さまざまな科学遊びを体験してもらうもので、毎月第3土曜日に開かれています。土曜日の子どもの居場所を作りたいっていうのが発端で、少しでも科学とか自然とかに興味を持ってる子どもたちが集まってきてくれると嬉しいなと思って続けてます。この日のテーマは、ブンブンゴマを作って回そうです。最初にコマに見立てたボタンに糸を通して回し方を練習します。その後、5センチ四方の方眼紙を2枚重ねて貼り付け、中央に5ミリ間隔で穴を2つ開け、紐を通してコマを完成させました。紐をねじってから引くことでコマを回転させると、ブンブンと音が出る伝統的なおもちゃです。できないな、なんか。あ、ちょっと小さい。ブンブンし、ブンブン。むずっと。プロがいますよ。子どもたちは講師からアドバイスを受けながら、コマ回しを楽しんでいました。ねじれたら引っ張る、ねじれたら引っ張る。上手になると絶対疲れないんだけどね。上手になっていい。どうですか、調子は。いや、まあまあ。髪はすごい回しにくかったけど楽しかったです。